ゴールを決めた茂木、クロス、いい形で矢島、完璧なシュート。いやー、まさにこのね、何分かでこうなるわけですね。茂木のクロスに矢島が左足で合わせました。抑えが効いて、まさにゴールマウスに吸い込まれていくシュート。矢島のゴールで同点、大宮2対2。この辺りですよね、本当にプレッシャーかけた大宮に対して、まあ、この三幸選手のワンタッチも良かったですし、やはりこの辺り本当にセンスがあるというか、もう本当に、まあ、ごくわずかですよね、この逆足でこういうシュートが打てる選手っていうのは、それぐらい、そうですね、まあ、はい、